LA のクラフトビールシーンのパイオニア。なんと全米には8800軒のブルワリーが存在します。8800軒、もちろん行っちゃいます。まずその前にロサンゼルス、 LA のブルワリー完全制覇します。久しぶり見つけちゃった感ありますね。これすげえ良かった。新しい体験ができました。これはリアル LA ですね。乾杯。来ましたね。今日はこちらです。グレンデールっていう街かな。あのダウンタウンの近くの街なんですけど、昔からねブルワリーが多いエリアで、ロサンゼルスの中では結構密集してますね、ダウンタウン、このエリアで。今日ここ紹介するとこなんですけど、かなり歴史が長いですね。もうロサンゼルスのパイオニアって言っていいような、 LA のクラフトビールシーンを牽引したレジェンド的なブルワリーに来ちゃいましたね。ここも4年5年ぶりぐらいかもしれない。ダウンタウンのユニオンステーションの中に入ってるブルワリーっていうので、ブルワリーレポートやったんですけど、そこで僕がねお話をしたブルーマスターの方がここで修行をして、ユニオンステーションのブルワリーでブルーマスターとして働いているっていうね、そういったインタビューのシーンがあったんですけど、ここっすね、修行を積んだところ。 LA のクラフトビールシーンのパイオニア、行ってみましょう。この辺もね結構めっちゃ治安悪いわけじゃないけど、まあ良くはないですね。ホームレスもね結構周りに多かったっすね。やっぱねダウンタウンエリアは多いっすね。全然分からなくて、ここにパーキングしてたら COVID のテストの LINE のところで、なんか僕もテスト受けるみたいな感じになっちゃってたけど、ここでテストしてるみたいですね。来ましたよ。ここです。本日のブリュワリー、イーグルロック。3時からオープンで5分前ですね、今。相当飲みたい人みたいになっちゃってるけど、今日は金曜日で3時からのオープン。前来た時はね外にシートなかったんですけど、まあ今こういう時代なんで外にもありますね。行ってみましょう。このウォールアート変わらんすね、昔と。これはなかったな、このコンテナ。いい感じ、全部日陰。So this all beer on tap, right? 1, 2, 3, 4, 12 maybe? So 1, 2, 3. There's two guest beers on tap. Yeah, there's 12 beers on tap. Oh, two guests. All right. Yeah, first beer, like our core beers, we've been making them really good. So okay. They come here a lot, so you probably have, you guys are familiar. Yeah. The rest is all like beer stuff, so. Oh, you guys have a flight, right? Beer flight? Is it? Oh, yeah, we have a flight. Like how many? It's four. Four? Yeah. Yeah, I want to try four beer. Okay. And I like IPA, so I definitely get two IPA. Okay. And two other, your recommend. Like okay, the popular. Okay. So I like any style. I like, okay. Yeah. Yeah, I like, I want to try like a unique beer. Mm, unique style. Okay. Yeah. I do four IPAs.
Yeah, sour. I like it. Yeah. We'll do that one. The morning face is very good. Yes. 1, 2, 3, 4. You know Eric, right? Eric. Oh, yeah, Eric. Yeah, you yeah. Work, you he worked here, right? He doesn't work here anymore, but yeah, he Yeah, I met him like at Union Station once. Yeah, he was working there. Now he works in All Seasons. Yeah, all seasons, yeah. Actually one of the beers that I'm giving you is a collab we did with them. Oh, okay. The Eagles Party All Season. Oh, okay. Yeah, that's a brew with that's a beer with Eric, yeah. Oh, got it, great. Yeah. Okay. And you're 21, right? Yes. Right, yeah, start with the paper. Uh-huh. I'll just go down the list clockwise. So Populous, Flavor Graph, Morning Phase, and then Eagles Party. 1, 2, 3, 4. Yeah. Okay, yeah. Got it. So do you want to open a tab or just get the close up. Okay, so it's $10. Okay. Just $10? Yeah, $10. Wow. Yep. Okay. Thank you. Thank cheers. You. Thank you. Cheers. ここから 1,2,3,4 ビアフライト4つで$10チップ入れて$12僕が IPA 好きって言ったら2つ入れてくれてあとの2つはおすすめよし おおさっぱりこちらん？これは？あれ？サワー好きって言われて好きって言ったらこれだなさっきのよりめっちゃ酸っぱいこれ間違いなくサワーでしょこれ IPA でしょなんかねさっき紙を下に落として取った時にこれ回転させちゃって分かんなくなっちゃったこれ薄いなやっぱ IPA
今スタッフと話してこれが3番目がサワーって言ってたから合ってたね。 IPA IPA この今飲んだやつが IPA でこれがサワーでこの4つ目がすごいなんかねユニークなスタイルでさっき言ってたエリックっていうねあのユニオンステーションで働いてるブリューマスターの方がコラボレーションしたビールすごいユニークっすね。初めて飲んだスタイル。うん、で彼はね今オールシーズンズっていうねブルーイングであのハリウッドにあるんですけどそこで働いてるんで僕ねそこ行ったことないんでそこも必ず行きます。Alright, thank you. Have a good weekend. イーグルロック良かったっす。ビールも美味しいしサワーさっきもサワー飲んでこっちのがね結構かなりサワーでしたね。 IPA もね結構ユニークというかそのスーパーとかで買って飲むような王道 IPA じゃなくて結構ユニークなものが多かったですね。4種類ともね結構おっていう感じのなんか変化球的なビールを堪能しました。
彼ら12年いて、もうほんとね、ロサンゼルスのクラフトビールシーンのパイオニアなんですよね。もうぜひここはね、必須科目ですね。ロサンゼルスのクラフトビールシーン、それを知りたかったらここには来るべきです。あとはほんと一番良かったのがね、スタッフの女性がめちゃめちゃ神対応、めちゃめちゃいい人で、すっげー笑顔もいいし、フレンドリーで話してくれて、僕の拙い英語でもね、かなり長いこと話してくれました。いろんなブルワリーの情報とかも聞けたし、クラフトビール情報も聞けたし、でここで働いてたエリックっていうね、彼とももちろん知り合いだったし、いまだに付き合いがあるって言ってたし、今度はねハリウッドにあるエリックが働いてるオールシーズンズ、そこのねブルーイングカンパニーに行きたいと思います。いや、めっちゃ良かった。ここはねおすすめ。そしてビール好きじゃないと絶対に見ないロサンゼルス、それですね、クラフトビールの良さは。いやー、いい一日だ。